皆さん、こんにちは。役所の方、田中大臣です。観光協会の高橋大臣、京都を感じていただくと、そしてお集まりの皆さんのご健康、ご多幸を祈念して乾杯させてもらいます。乾杯！竹林がライトアップして美しい幻想的な今日の夜を再現いたしますので、ぜひお楽しみください。そして高島屋様のブースでは共有店の老舗一層
で、昭和51年に始まってからなんと記念すべき40回目今回迎えました。これ普段見学できないところ、お寺や神社、施設など見ることもできます。期間限定でぜひお立ち寄りください。さあ他にもたくさん、今一度。